本日はキットの無量山純米吟醸いただきます、うん、すごく爽やかで、きめ細かい酸味を感じ、温度が上がるとともに、お米の甘みを感じて美味しいと思います。本日はこれに合わせてですね、そら豆と黒酢の酢豚を作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは、まずこちらが、肩ロースですね。それとこちら、そら豆と、白ネギ、生姜、こちらを使って調理をしていこうと思います。まず最初に生姜と、白ネギの、細切りしていきます。続いて白ネギの細切りも一緒にカットしていきます。こちら使うのはもう外の白い部分だけ使っていただければと思います。そして今切った白ネギと、生姜、こちらを、水で流して、きます。白ネギの香りが強いのと、あと生姜のアクを取るためにこういう形で洗います。それでは、そら豆を剥いていきます。そら豆、ちょうどここに真ん中にですね、爪を入れて、指を入れてこういう形で開けていただくとそら豆が出てきます。ここの部分をこういう形で取って、あとこういう形で、それからロースをカットしていこうと思います。繊維がこういうふうに入っているので、だいたい何センチぐらいですかね、3センチ、ぐらいの厚さにカットしてやって、ここの脂身は取ります。十分柔らかいんですけども、もっと柔らかくするために、表面少し切り込みを入れます。十字になるように切り込みを入れていきます。次に一口ぐらいの大きさにカットをしていきます。だいたい2人前の分量なので、だいたい1人、3切れずつということで、このぐらいの量になります。次に、先ほどカットした、豚の肩ロース、味をつけていきます。ここで少し、日本酒も入れます。ここで少し軽く揉んでやって、全卵ですね、全卵も少し入れていきます。大体このぐらいでしょうか。全卵入れることによって肉がしっとりして柔らかく仕上がります。そして片栗粉です。それでは黒酢のソースを作っていきます。しっかり砂糖が溶けるまでしっかり混ぜていきます。次に、酢豚の、衣を作っていきます。お水と、卵なんですけども、先にお水を入れて、このぐらいの硬さになったら次に卵を入れていきます。そして最後仕上げに少し、太白のごま油大さじ1杯、はい、これで下処理は完成です。それでは先ほどカットして下味つけた、肩ロースと、衣ですね、だいたいイメージとして唐揚げを作るぐらいの衣の量でいいかと思います。今から作っていきます。では酢豚を揚げていきます。
大体170度から180度ぐらいでしっかりカリッと揚げていこうと思います。これでですね、お肉はちょっと上に上がってきてパチ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 と気泡が細かくなったらお肉の、中まで火が入ったということですね。こういう形になると OK です。次そら豆揚げていきます。基本もうでも10秒ぐらい、はい、10秒いらない、5、6秒ぐらいで大丈夫です。次にタレを作っていきます。大さじ1杯、サラダ油ですね。そして先ほど合わせた、黒酢のソースを入れていきます。この後片栗打つんですけれども、水溶き片栗を打つんですけれども、絶対に先に、酢、タレ、沸いてから打っていきます。このぐらい、沸くと片栗粉で目安としてこのぐらい水溶き片栗粉を打って入れていきます。火を全開にして、あと最後に少し、照りを出すためにもう一度サラダ油を、鍋底に入れていきます。そして最後ですね、ちょっと上に先ほどカットした白髪ネギと生姜をのせて、そら豆と黒酢の酢豚完成しました。黒酢作るにあたってですね、本日は、こちらですね、群馬県の口溶けポーク、すごく脂身が、あっさりしててきめ細やかでですね、あまり食べた時に脂していない、さっぱりしたお肉と一緒にですね、こだわって、使ってます中国の黒酢ですね。すごい熟成感のある黒酢を、店で使っております。今自粛、中でですね、なかなか外に出れないと思うんですが、もしよろしければご家庭で、作ってみてください。またですね、豚肉、スーパーのとんかつなどを使ってですね、やっていただいても美味しくなると思いますので、皆様、楽しんで、作ってください。